まあ、沿道の方が皆さん、笑顔で手を振ってくれたので、すごく緊張してたんですけど、自然と笑顔になってとても楽しく走ることができました。やっぱり20年前選手で出た時の、オリンピックっていうのはやはりメダルへの期待等があってすごく重圧が強くてオリンピックを楽しむっていうことができなかったんですけど、ある意味20年後にこうやってその指導者という立場の中でそのテコンドーで、成果を持つことができたことにすごく光栄に思ってますし、またこういった光を子どもたちに見せることができたので、子どもたちが将来オリンピックっていう大きな夢を抱ければと思って、走りました。そうですね、特に今回復興五輪という意味合いもありますので、まあ、オリンピックの光でやはりこの阿蘇の阿蘇であった震災、水害、噴火、まあ、いろんなさまざまな、災害を少しでも前向きに考えていけるような、方がこの希望の光で出てくれればと思います。まあ、やっぱりこういったコロナ禍ではあるので、非常に厳しいとは思うんですけど、まあ、いろんな立場の方がいらっしゃるからですね。でもやはりこのスポーツというものはやはり平和活動の一つだと思いますので、このコロナ禍の中でいかにそのオリンピックを実現していくかということに、意識を向けて、盛大にはできなくてもその選手たちが、ベストプレーがフェアプレーでできるように、やっていければ、まあ、私たちはその力になりたいと思っています。はい、一言、とても楽しく走らせてもらいました。今日もランナーの人と、ちょっとお話をしたんですけど、阿蘇の草原が人の手によって守られているというのが、全然知らなかったというお話を、されてましたので、まあ阿蘇の草原、地元の人たちがですね一生懸命、それと、ボランティアの方、ちょっと関係してますので、そういった人たちの気持ちを、背負って、まあ、走らせてもらいました。やはりコロナの収束ですよね。コロナが収まって、まあ、世界中の人たちが仲良くオリンピックに集っていただくというのが一番のやっぱり気持ちですかね。個人的にはですね、すごく気持ちが良かったです。1年間待ちましたので、その前から1年半ぐらい待ってますので、なんかやっとこの日が来たかなという気持ちで、非常に周りの方も笑顔で手を振ってくださいましたので、気持ちよく走ることができました。私仕事は東京でしてますけど、まあ、もちろん熊本の出身で、10年前に阿蘇に家を作りました。まあ、別荘ですけど家を作って、まあ、週末は阿蘇で過ごすようにしてます。水害も私10年前にいましたので経験しましたし、30何年ぶりの大噴火も経験しましたし、5年前の地震も阿蘇で、まあ、偶然ですけど東京から来たその日とその2日後でしたので経験して、やっぱりそのふるさとに対するですね、愛情といいますか思いが非常に強くなってた時に、こうやって、自分のふるさとを走れたということで、本当に嬉しいし、まあ、もうかなり復興できてますけど、これから阿蘇とか熊本と子どもたちがですね、まあ、素晴らしい明るい未来を迎えられればいいなと思いながら走りました。阿蘇の阿蘇市を走るのは12名ですが、12分の1の責任でございますが、無事に成果を届けることができたことをまずホッとしているところでございます。で、私たちを支援してまた一目見ろという方が阿蘇神社にたくさん来ていらっしゃいましたが、その方々が阿蘇神社の復興の状況を見られてですね、これはもう老後はまだ道半ばかというようなことも感じられたかと思いますが、今後の
甲子園につながるのではなかろうかというふうに考えております。まあ、もう今までも、目いっぱい支援していただきましたけれども、復興復元が楼門ができるまでですね、もう気を緩めずに今後ともどうぞよろしくご支援をお願い申し上げたいという気持ちでございます。私も先頭を切って頑張りますので。